大曽根駅。大曽根駅は、愛知県名古屋市東区、北区にある、東海旅客鉄道、JR 東海、名古屋鉄道、名鉄、名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄、名古屋ガイドウェイバスの駅である。北区にあるのは、名古屋市営地下鉄の西半分のみである。JR の事務管理コードは53万520を使用している。 JR 東海の中央本線、名鉄の瀬戸線、名古屋市営地下鉄の名城線、名古屋ガイドウェイバスのガイドウェイバスしだみ線、ゆとりートラインが乗り入れている。JR の駅には CF04、名古屋鉄道の駅には ST06、地下鉄の駅には M12、当駅が、起点のガイドウェイバスの駅には Y01 の駅番号が設定されている。なお地下鉄名城線は、 線路名称上は、金山方面が2号線、当駅が起点、名古屋大学方面が4号線、当駅が終点となっている。JR の運行形態の詳細は、中央線を参照。名古屋市内では、名古屋駅、金山駅、金山総合駅に次ぐ、乗り入れ鉄道路線数である。地区上、一部高架上に一面2線の、島式ホームを有する高架駅。 南北に伸びるホームの西側、1番線を、田見方面行きの下り列車が使用し、ホームの東側、2番線を、名古屋方面行きの上り列車が用する。他に、ホームのない対比線、副本線が、上下線外側に1本ずつあり、貨物列車や、回送列車の対比に、ダイヤ混乱時には稀に、優等列車の追い越しや普通、快速列車の対比にも利用されている。 改札口は南口と北口の2カ所ある。北口は高架下に位置するが、南口は地堤の西側に設けられている。南口には駅舎があったがマンションに建て替えられ、その1階部分に改札口とコンビニエンスストアが入居している。開業時は現在の南口のみであったが、地下鉄名城線開業に伴って北口が設けられた。このため、 北口からホームまで100メートル弱の距離がある。駅員配置駅、直営駅である。駅長は配置されていないため、畜産駅が当駅を管理する。また、混雑時、主にドームイベント終了時は、東海交通事業の職員がホームで案内に当たる。JR 全線切符売り場は、北口、南口双方にあり、 共に営業時間は5時15分23時30分である。自動改札機、自動券売機が設置されている。エレベーターや滝のトイレは北口にのみあり、南口は階段のみである。JR の特定特市内制度における名古屋市内の駅である。特急、品野は通過するが、快速、普通と一部のホームライナーが停車する。 上り対比線の東側には、側線の痕跡が残る。ここに存在した側線から分岐する2本の専用線があったが、1982年、昭和57年までに廃止された。1本は、駅の東に隣接する三菱電機名古屋製作所の専用線で、築堤を下って製作所内へ向かっていた。もう1本は、日本専売公社名古屋工場。 あとの日本タバコ産業名古屋工場、跡地はイオンモール名古屋ドーム前の専用線で、駅南方へ向かった後、スイッチバックを行い東へ進路を変え、工場へ向かっていた。下りたい線の西側には、瀬戸線につながる貨物線があり、瀬戸線との貨物の連絡輸送が行われていた。貨物輸送廃止後は、跡地に JR 関連のビルが建設されている。 高架上に6両編成対応の島式ホーム1面2線を有する高架駅。南北に伸びるホームの西側、1番線を降り列車が、東側、2番線を上り、列車が使用する。当駅で折り返す列車がないため、現在方向幕の駒にも当駅は入っていない。渡り線や引上げ線は存在しない。なお、後日の地上駅時代は普通列車に、 当駅を理解し列車があったため、6600系は、A 字字幕に交換されるまで、広島大曽根のコマがあった。駅は、JR 大曽根駅北口や、名古屋ガイドウェイバス、大曽根駅に隣接する。改札口は1カ所のみ。自動券売機が3台、真ん中のみ、マナコ対応タッチパネル式と、自動改札機が5通路、窓口側の1通路は、幅タイプのほか、 自動生産機も一台設置されている。2006年、平成18年8月より、トランパスの導入に伴い、改札口の改修工事が行われ、改札口にも LED 二段式の発車案内表示が設置された。以前はホームに安ンドン式発車案内が設置されていた。1983年、昭和58年に、地上駅から高架駅となった。 高架線及びホームの高さは隣接する JR 線よりも高い。地上駅時代は駅舎裏に旧国鉄線につながる貨物線があり、国鉄との貨物の連絡輸送が行われていた。名鉄の6600系電車もこの貨物線を通じて搬入された。高架化に伴い駅は東寄りに移動したが、駅西側の町名の境界、区界はいまだに、 地上駅時代の線路沿った緩い曲線で分割されている。マナコ定期券を作る際、名鉄の定期券と地下鉄の定期券を連絡定期券として一つにまとめることができるが、導入当初は名鉄瀬戸線と名古屋市営地下鉄の連絡駅は、栄町駅と栄駅のみに限定されおり、大曽根を連絡駅とすることはできなかった。しかし、 2012年4月21日のマナコととかの相互利用開始に伴い、大曽根駅も連絡駅として追加された。また、旧国鉄線につながる貨物線の南側には駅前駅があり、国鉄大曽根駅南口と徒歩連絡していた。2018年春頃より、大曽根駅再開発計画に伴い、大曽根プラザに入居していたテナントが全て閉店した。 島式ホーム1面2線を有する。地下駅改札口は2箇所、出入り口は6箇所ある。これらのほかに番号のない。出入り口が大曽根。センタービル土地課外をズガーデン内にある。名古屋ドーム前屋台駅側に引き上げ線があり、当駅折り返しの列車が利用する。また完全な終着駅だった。名残で平安通り側には片渡り線も残されている。 名港線直通列車はほとんど当たり駅で折り返し、名城線を走る列車も一部が当駅を終点とする。ここから坂へ、金山方面は本数が倍増し、朝ラッシュ時は2.5分、昼間は5分間隔で運転される。早朝の一部時間帯や深夜には、名古屋広域は設定されておらず、名城線左回りに乗り、金山で乗り換えとなる。なお、当駅から、 新玉橋駅周辺へは右回り左回りのどちらに乗っても所要時間はほとんど変わらない。開業時にはまだ名古屋市電が走っていたため、1番出口と6番出口は市電八田四丁目停留場との理解の利便性を考えた位置に開設された。そのため、コンコースはホームと引上げ線の上に環状線、名古屋市道名古屋環状線の地下を長く東西に伸びている。 現在でも、市バスの大曽根、東邸が1番出口と6番出口付近に設置され、環状線東方面の系統、名駅15、吹上十11、曽根11、森、新、市、新森山駅行きのみの運行が停車している。1976年、昭和51年、星ヶ丘駅と共に、名古屋市内で、初めて、直乗車兼用自動改札機が導入された。 当駅は、名城線北部駅、ストムク栄関区駅が管轄している。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。名古屋ガイドウェーバスで、唯一の有人駅であり、ラッシュ時の運賃生産は駅で行われる。ホームの南側に、バスが折り返すための回転場と駐車場が設けられいる。回転場、駐車場にガイドレールは設置されていない。高架下は、 タクシー乗り場になっている。自然屋台四丁目停留場廃止後、ゆとりートラインの開業前は、この場所に名古屋市 A バスのバスターミナルがあった。乗車ホームには、乗車口が二つ存在する、一番乗り場、小畑緑地、中市並駅、二番乗り場、高蔵寺、志田並サイエンスパーク経由中市並駅。大曽根駅の周囲にはかつて自然大曽根線、市連循環北線、 市営無機場電車の3路線の停留場が設けられていた。停留場名は大曽根線が東大曽根電停、循環北線が八田町4丁目電停、無機場電車が東大曽根町停留場であり、このうち東大曽根電停が駅の西側にある東大曽根交差点の南西の道路上に八田町4丁目電停及び東大曽根町停留場が駅東側にある。 大曽根駅交差点の東側道路上に設置されていた循環北線は無機上電車廃止後に建設されたため、同時期には存在しなかった。この内屋田町4丁目電停は、名古屋市電の最終日まで営業していた。当時中央本線の低い高架橋が建設の障害になっていたため、名鉄瀬戸線は、名古屋環状線と平面交差、東大曽根電停と、 八田町四丁目電停との間は線路がつながっていなかった。1961年、昭和36年時点では、東大曽根電停からは名古屋駅前へ向かう12号系統、八田町四丁目電停からは新玉橋へ向かう63号系統が出ていた。乗車人員、人、日は年度別乗車人員をその年度の歴日で助したもの。 小数点以下死者誤入である。セット線の駅の中では、栄町駅に次いで2 1位中2位。名城線の駅では7位。ガイドウェーバスしだみ線の駅では1位。大曽根地区総合整備事業の一環として2006年、平成18年12月に当駅西側が整備され、地下に集客施設、OZ ガーデン、駐車場、駐輪場、 雨水の調整地の大曽根雨水調整地が地上には市バスターミナルが完成した。地下鉄コンコースから地上へのエレベーターエースカレータも設置されている。かつては名鉄の駅前広場の近くに屋台が数件営業していたが蒸気の関係で立ち抜きをした。最寄り停留所は大曽根バス停となる。バス停は始発となる路線のほとんどが 西口広場のバスターミナルに集約されている。その他の路線は、大曽根駅前の愛知県道15号名古屋多治見線、愛知県道216号、大曽根停車場線上他にある。各路線ともに、名古屋市 A バスにより運行されている。なお、堺15系統と東巡回系統については、大曽根駅、西バス停も利用可能となっている。 古くから交通の要衝であったこともあり、かつては、名鉄バスセンターなどの名古屋駅方面から、森山区、瀬戸市や春日市方面に向かう名鉄バスや JR、東海バス、さらには、東農鉄道の田島駅前駅の路線バスが、六号小学校前にあった東大曽根バス停を経由して、多数運行されていたが、その後ゆとりとライン開通もあり、全廃された。また、 今池方面に向かう市バスも数多く運行されており、特に市電廃止後は代替バスとして、新玉橋駅、矢戸駅方面まで運行されていたが、地下鉄の延伸などにより、現在は、吹上十11系統等を残すだけとなっている。2006年、平成18年までは、中央道高速バスの内名鉄バスセンターと、飯田市を結ぶ路線が東大曽根バス停を経由していた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。